안녕하세요, 미소입니다. 今日は何をするかって言ったら、参りました。6月購入品紹介でございます。おでこ。おでこ広すぎん。はい、6月はそんなに買ってないわ。うん、なんかキンパが家に来てくれて、キンパのものとかめっちゃ買ってしまうよ。キンパってなんて思ってるかと、この動画を見ていただけたらと思いますね。キンパのもの買って、キンパのもの紹介したってみんな、えってなると思うけど、そういえばなんか買って美味しかったなとか、これ買ってよかったなみたいなのも適当に紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね。ダダン。これ始め方あっとん。ザラのピアス。さっきちょっと下巻きすぎたね。ザラ。なんかネットで見た時はあんまりやったんやけど、店入った時にめっちゃ可愛いと思って、これ夏つけたいみたいな。夏ってさ、服とかめっちゃシンプルになるけど、アクセサリー系とかボーンってつけたくなるなと思って買ってみたよね。結構個性的な花みたいな。自分花めっちゃ好きなんよ。これ今もね、ネイルも花なんやけど、ネイル、これ出してなかったね、まだ。ほら。可愛いない？これ。値段は1999円。あ、嘘。1990円ですね。まあ、高いか安いかあんま分からんけど、ザラっていうことでよろしくお願いします。なんか、ようやるやん。なんか、モデルにするからさ、休暇、今日はオフです。みたいな感じで、海でショットみたいな。なんか、白いワンピース着て、髪こう上げて、なんか、これこうやるよ。みたいな。そういうモデルさんとかにもおすすめですね。次、コスメ。ダダン。CNP プロピーインクッション21。これは6月に買ったっていうのは普通に嘘で、ごめんなさい、嘘なんですけど、また使ったことないやと思って、なんかこれ8みたいでちょっと気持ち悪いって思う人はちょっと気持ち悪いかもしれんけど、自分は結構こう見て、あー、8の巣やな、みたいな。8やな、みたいな。こう模様がね、好き嫌い分かれる系列だと思うんですけど、ファンデーションなんか比較動画みたいなやつとかで結構これ上位に来とって、匂い結構好きやわ。なんかいい感じにしっとりさせてくれるらしいんよ。ごめんね、匂い経験、髪型おかしいわ。腕つけてみるよ。見えんな。あ、めっちゃなんか綺麗な陶器肌にしてくれるみたいな。あ、でも自分の肌に比べたらちょっと黄色いかなみたいな感じやけど、ちょうどいい感じにとかってくれてるけん、なんか化粧する気が起きた時とか、化粧したいよっていう時はちょっと使っていきたいと思います。次、ダダン。これはもうね、めっちゃいい。正直言うよ、正直言うよ、あのイニスフリーのパウダーあるやん、あれより絶対こっち。イニスフリーってめっちゃいいって知名度あるけど、匂いが苦手っていう人結構おったりするんやけど、これ本当にめっちゃいい。アミューズセバンコントロールパウダー、本当に顔サラサラになるんよ。これマジでいいよ。私もこのパウダー以外なんかそんなあんまり使わんかもしれない。さっきやったとこだってちょっとこれやっただけで本当にね、もう音聞こえる、サラサラの音ね。しかも値段めっちゃ安いよ。600何本とかやけん。しかもちっちゃいし、夏とかってめっちゃ汗かくやんか。やけんなんかトントントンみたいな。この前だってもうめっちゃ汗かいてさ、なんでこんな汗かかないかあんのってちょっとイライラしたんやけど、天気はそこまで悪くないし、その時にこれポッポッポってやったら本当に顔サラサラに逆戻りみたいな。逆戻りしたらなんかまあ、バックトゥーザフューチャーみたいな感じやったけん。本当に夏はこれおすすめ。私的にはイニスフリーよりこっちが絶対優勝だと思った。次、じゃあ次もコスメ行こう。これはルミコですね。RMK。RMK ってルミコの逆だったね、なんかルミコみたいな、ちょっと知り合いみたいになっちゃった。ルミコこれ買ったよみたいな。ルミコさんですね。ルミコさんのマスカラ、ハイボリュームマスカラ02ブラウン。なんかルミコの店、ルミコの店って、ルミコの店行った時に店員さんがめっちゃまつげコーンなっとって、まつげ綺麗ですねみたいな、ちょっと逆なみたいな、逆なんていうか綺麗ですねって言ったら、実はこれなんですみたいな感じで店員さんにうまいこと乗せられて買ったんやけど、めっちゃボリュームみたいな、なんかチョコレート系、明治のチョコレート系かな、ちょっと茶色みたいな、焦げ茶みたいな、美味しそうやろ、ちょっとビターチョコレートみたいな。結構ねガって預けてくれるというか、あげてくれるし、しかもこのパッケージがさ、なんかルミコってだけあってさ、ルミコの商品これ初めて買ったんやけど、ルミコらしいなっていうパッケージでございます。はい、次はダダン。バッグを買いました。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。この形が可愛いし、友達と遊んだ時に友達が持っとって、え、めっちゃ可愛いねそれみたいな。お揃いで買っていいよって言われた時、マジでと思って、もう即次の日行って、今度さちょいなんかセリーヌアピールしとるよみたいな、ボッセリーヌじゃなくて、まあセリーヌほどではないけど、セリーヌですみたいな、まあちょっとちっちゃい声ではないけど、中ぐらいの私ぐらいの声でセリーヌですみたいな、セリーヌだったらちょっと持つのちょっと、あ、うん、私は似合うかなと思ったけど、セリーヌですみたいな感じやし、でこのカバンって何でも合うんや。後で紹介しようと思ったこのハンドソープ、ハンドソープちゃんも絶妙に似合うし、ルミコがこうやってね、こうセリーヌこうやってかけとっても似合うし、で買った次の日とかに嬉しげにこれこうやって背負っとって違う友達にやったんや。ほんでその友達も、え、めっちゃ可愛いみたいな、え、ちょっと買いたいって言って、またその子と言って、その子もこれ買いたい。え、もうほんめっちゃ可愛い、これめっちゃ連鎖する。何入ってるのか、あ、リップ入っとるわ。最近ね、だからこれは購入品じゃないんやけど、気に入ってるリップというか、なんか再び火がついたリップがあって、ラカ、こういう系の大人のピンクみたいな。化粧してなくてもリップやってるだけで結構ね、顔の発色が良くなるやんか。そこまでガンガン強いピンクとかじゃないけん、まあ誰にでも合うかなみたいな、まあすっぴんに合うっていうのが一番いいですね。次、ちょっとさっきもちょろっと紹介したハンドソープですね。私手洗うのめっちゃ嫌いなんよ、本当に嫌いなんよ。やけどもうこれ買ってからなんかめっちゃ提供みたいになるんやけど、これ買ってからもうええ匂いすぎて、手洗うのが楽しすぎて、もうなんかあったらプシュプシュ、なんかあったらもう暇さえあったら私最近手洗いよる。桃の匂いなんよ、嗅いでみて、ほら、もうちょっと桃やない？
ちょっと桃なんや、そうね、ちょっと桃なんや。めっちゃいい。でも桃の匂いとか書いてない、フルーツの香りとか書いてるけど、でハンドソープとか今まで感動したことなかったんやけど、これはみんなにちょっと紹介しないかみたいな。子供とかで、お母さんなんか手洗うの嫌だみたいな、洗わんかい、無理、僕汚くないもん、洗わんかい、手汚れたいもんっていう時とかに、これ買ったらマジで私みたいに、だって22歳よ、私22歳がこんな暇さえあったらプシュプシュって洗いよんよ。やけん8歳とか9歳とか成人していく方にも結構おすすめなんじゃないでしょうか。提供みたいになるよ、提供待ってます。ビオレさんですね。ダダン、携帯ケース買いました。めっちゃ可愛くない？携帯ケースっていうか、これ携帯ケースじゃない、この何これ、貼り付けるやつ。これね、 A ランドで買った。ネットでも買えるよこれ。めっちゃ可愛くない？自分もこういうタイプしか使えんけん。だってこういうのってね、こうやって立てかけれるんよ。風呂とか入ってる時もこうやってできるし、これなかったらさ、もうこうやん、もうこんな見ないかんやんか。ちっちゃい子を泣きよって、だいたいこうやってやったからみんなここに注目して泣き止んでくれるし、いいやけん。ちっちゃい子と関わりあるよって人はぜひこれ買ってこうやってあやしてみてください。だだ、サムライのティラミスみたいな、ちょっと食べてしまったけん、買わないんやけど、なんかだいたいこういう殻ってすぐ捨てるやん。やけど私は食べてちゃんと容器まで残してるっていう、それぐらい本当に美味しくて、なんかサムライのプリンみたいながめっちゃ美味しそうだったんで、やけどそれはあんまりやった。でもその隣にあるサムライのティラミスっていうのを食べてみたらめっちゃ美味しくて、700円とか結構してティラミスのくせにって思うかもしれんけど、イオンかな、イオン系列の店やったけん、ぜひなんか侍になりたいよって人はサムライのティラミス買ってみてください。次、服を買いました。こちらですね、つなぎになっとるんやけど、 SLY、 これ3、わからん、読み方はわからんねんけど、これねマジでね、なんかねキリッと見えるし、でウエストの部分がちょっとプシュってなっとるけん、自分ウエスト行方不明なんやけど、ちょっとなんか行方が分かりそうな予感がありますねみたいな感じで、ここが結構スピって開いてるけん、スピっていうかなんかスポって開いてるけん、やっぱここもスッキリ見えるよみたいな。で黒って着やすいするやん。これねめっちゃみんなからも好評。だから友達と遊ぶ時に着とっても、どうしたの今日なんか綺麗な格好しとってみたいな。これ着とるだけでマジで上品に見えるけん、なんか上品さを求めてるよって人はぜひ買ってみてください。次はダダン、クロエのブレスレットを買いました。これね実はね自分用に買う予定じゃなかったね。てかママにプレゼントっていうか、日頃のね感謝を込めてママにありがとうございますっていうことで、ちょっとねクロエはちょっといい値段するやん。けど私はありがとうございますっていうのね買ったよ。ほんならまさかよ、まさかママ合わんかったよね腕入らんかったよ、あの人もうだらすぎ、嘘だろみたいな。これサプライズでカメラ回しとって、はいって渡したら、やばいみたいな、えみたいな、合わんかもとか言い出して、ここで止まるんよ、ここで。やけん私が痩せるまであんたが持っとっていいよみたいな。結局じゃけん自分に勝ったみたいな感じやけん、まあ痩せるまで私がお預かりということで。ゴールドやけん結構いかつくなるんかなと思ったけど、そこまでいかつくないし、上品よね、可愛いよね。もったいなーと思って、まあ私がもらえたけんラッキーなんですけど。ラスト、ダダン、ドライヤーカッター。株式会社クレイツホリスティックキュレス、わからん、書いとくけどこれが合っとるかどうかわからんけど、前使いよったドライヤーが10年ぐらい使いよって、弟とか髪乾かしとって、ねえなんかこれなんか焦げ臭ないみたいな、こう爆発すんじゃないみたいな言いよったけん、ドライヤーしようって爆発して死ぬのはちょっと嫌やなと思う。しかもなんかこれただのドライヤーじゃなくて、髪に栄養なんて言ったっけ、マスターこれ一気より美容師さんから買ったんやけど、軽くて軽くて仕方がない。喜ぶ。10年前のドライヤーめっちゃ重かったけん、もうほんと乾かすの嫌いやって、こんなにもドライヤーって楽しいみたいな、もう腕が踊る相当軽いし、めっちゃ乾くの早いし、今まであの時間なんだったんよ。10年前のドライヤー使いよりよって人はぜひ買ってみてください。結構いいお値段すんやけど、その分本当にもう毎日ドライヤー楽しいし、まあ、ちょっとめんどくさいよっていう人がせんのやけど、家にコンセントあるよって人はぜひこれ突き刺してやってみてください。以上です。今日は6月購入品を紹介したんですけど、どうだったかでしょうか。いやもうね、食べ物をめっちゃ紹介したいと思ってたんやけど、ここ食べ尽くしてなんかゴミ紹介するのもあるから、まあ、これもねゴミじゃない、サムライさん怒るでしょ。で食べ物をちょっと残しとる状態で美味しかったものとか紹介していきたいので、また来月も暇だったらやりたいと思います。みんなもなんかこれ美味しかったよとか、このコスメ可愛いよって人はぜひおすすめしてください。もう夏ですね皆さん、よろぶん、夜飲んだごよ。もう夏が目の前で、私本当行き場ないみたいな、どうしたらいいみたいな、クーラーつけまくりでまたクーラー病になるんかな。みんなも夏一緒に乗り越えていこうやって感じで、7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月とこれからも頑張っていきましょうということで、今日の動画を終わりたいと思います。以上、みそでした。バイバーイ。